テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。はい、夏めいてまいりました。本日はチームの明日を占うプレシーズンマッチの模様をお届けします。シエロ対チェコ FC、 楽しみな組み合わせですね。実況はいつものように安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半12分、シエロコーナーキックのチャンスを得ました。決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはヒロ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。広瀬、いいところに張っていました。サッカーの得点の3割はリスタートからなんですよね。ディフェンスとの駆け引きに勝ったっていう感じがしますね。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。スライディング失敗、無難につないでいきます。ズデンカ、巧みなボールさばき。
ゴール直前でなんとか阻止しました。前半31分、シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。ボールを下げて様子を見ます。パスを出します。まずは様子を伺うといった雰囲気。右に叩きます。川本、右から展開します。強烈なスライディング、あーっとここで笛、絶好のチャンスをもらいました。シエロ、まだボールは生きている、手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。中澤、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。手元の時計であと5分、シエロ、さあ守りきれるか。入ったー、ゴール。前半も残すところあと5分、チェコ FC 1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。コーナーキックから直接でしたね。ディフェンスをね、直接かどうか一瞬迷ってますね。まさか直接来るとは思ってなかったでしょう。前半45分が終了。2対1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。安心できる得点差じゃないですよね。後半キックオフです。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ、攻め込む隙を伺っています。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。川本、クロスボールを上げるチャンス。打った、ゴールゴールゴール。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。手元の時計で5分を回ったところです。シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。シュートチャンス。ちょっと抜くには無理があったか。ボールを奪われました。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。本村、シュートチャンス。やはり強引すぎたか。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、さあコーナーキックです。ヘッド、入った、ファインゴール。後半25分が経過しています。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。
VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、いいところに張っていました。こういう形から決められるっていうのはかなりの強みなんですよね。セットプレーの重要さがこれでわかりますよね。ここで試合終了。結果は4対1、シエル大量ゴールを奪い勝利しています。シエル、今日の勝因は、チームとしてのね、形が出てきましたね。チャンスを確実にものにしましたし。放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。うちわ片手に観戦されているファンの方も多いのではないでしょうか。本日はプレシーズンマッチをお送りいたします。各チームがどう戦うか興味は尽きません。シエロ対スウェーデン FC、 楽しみな組み合わせですね。実況担当は安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒルタが切って落とされました。夜空の雲にスタジアムの照明が映っています。前半4分、シエル絶好のチャンス、打った、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエル、決めたのは大きい、芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、ここはうまく決めてきましたね。これはすごいテクニックですよ、本当に。まあこれは伝説になりますね。生きててよかった。手元の時計で10分になろうというところ。シエル、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。強烈なスライディング。手元の時計で10分が経過しています。さあコーナーキックです。ボールを浮かしてしまいました。川本、前半17分、シエロ
ここはしっかり守っていきたい一人で行くのか。あーっとここで笛。シエロ選手が壁を作ります。ヨハンソン、ここは見せ場です。いい位置ですね。ここは直接行くでしょう。コースを考えているのでしょうか。大事な場面ですよ。外せませんね。これは狙った。あーっとボールはゴールマウスを添えました。前半45分が終了。1対0、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。安心できる得点差じゃないですよね。手元の時計で10分になろうというところ。シエロ、徐々に相手、川本、巧みなボールさばき。シエロ、相手ディフェンスを破れない。後半17分、ボールはスウェーデン FC。 シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。速いボールがいったぞ。あーっと呼吸が合っていません。手元の時計であと1分。シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。シエロ、これを抜かれると一気にピンチに立たされます。ボゼナ、センタリングのチャンスだ。打てるか。ここで試合終了。結果は1対0。シエロ、相手ゴールを許さず完封勝利です。シエロ、今日の勝因はチームとしての、ね、形が出てきましたね。チャンスを確実にものにしましたし。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。すっかり夏めいてまいりました。結果よりも内容に注目したいプレシーズンマッチ。さあ、勝つのは一体どちらなんでしょうか。シエロ対オランダ FC、 楽しみな組み合わせですね。実況はいつものように安岡博士、放送席にはフリーキックの名手木村和司さんをお招きしています。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。絶好のサッカー日和に、決まった！シエロ先制ゴール！手元の時計で10分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。大きいチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、さあ、巧みなボールさばき。これは悔しい。手元の時計で35分を回ったところです。注目しましょう。ペナルティエリア内で張っている。リッカート、これは無理だったか。前半40分になろうというところ、シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。あっと、インターセプト、ボールを取られます。ここでカウンター、こうだ、無難に繋いでいきます。ゴールに迫ります。蹴った、まだボールは生きている。入った、ファインゴール。手元の時計で40分になろうというところ、決めたのは大木、落ち着いて決めました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。大きい、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。前半45分が終了、2対0、シエロ2点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。試合再開です。後半1分、シエロ攻め込む隙を伺っています。ちょっと消極的ですね。通った、絶好のチャンス。川本、このディフェンス陣をどう突破するか。ゴール前の混戦からどうするか。ヘッド、キーパースーパーセーブ。後半5分を回ったところです。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。クロスボールを上げるチャンス。ゴール前、打った、
キーパーよく防いだ。後半のロスタイム、シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。ムーリッツ、徐々に詰めていきます。ムーリッツ、左に短いパス、ちょっと消極的ですね。固いディフェンス。さてどうしますか。シエロ、これを抜かれると一気にピンチに立たされます。蹴った。おっと、ボールこぼれた。打った、決まりました、ゴール。後半ロスタイム、オランダ FC 1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのは野田。まあ典型的な守備のミスですね。ここはもう一度守備のシステムの再確認が必要ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り2対1、シエル1点差ながら勝利を収めています。シエル、今日の勝因は、まあ勝つべくして勝ったって感じですね。放送席、解説は木村和司さん、実況は安本博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう、さよなら。さようなら。Thank you.
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。夏もムードに連れられて、選手たちにも活気が感じられます。結果よりも内容に注目したいプレシーズンマッチ。さあ、勝つのは一体どちらなんでしょうか。シエロ対イングランド FC、 楽しみな組み合わせですね。実況は私、安岡博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、すんごい渋さが切って落とされました。絶好のサッカー日和に恵まれました。緑の芝が太陽の光で鮮やかに照らし出されています。シエロ、無難な立ち上がりを見せています。つなぎながら様子を見ます。無難につないでいきます。大きい、ここからチャンスになるか。強烈なスライディング、あーっと、ここで笛、決まりました。ゴール、試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、慌てず落ち着いて決めました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、コーナーキックとなります。惜しくもクリアされました。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。この位置から打った、クロスボール、キーパー飛び出してこれをキャッチ。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。華麗なパスワークで上がります。ハーパー、ワイトマン、ワイトマン、中を見ます。パスを出す方向を見ます。イングランド FC、 ゴール前にボールがいった、あーっと、ここで笛、レッドカード出ました。ピッチを後にします。これは仕方ないですね。これは悪気のあるファウルではないんですけどね。このピンチを果たして切り抜けることができるのか。これはナイスセーブ。前半残りあと2分。シエロ、会場で選手が抜けた穴をどう埋めるんでしょうか。無難につないでいきます。連携がうまくいってます。ここで前半戦が終了。1対0、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。もう1点取れれば大丈夫でしょうね。
び試合が始まります。手元の時計で10分が経過しています。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。おー、思い切っていった。キーパー必死のセービング。手元の時計で20分になろうというところ、シエロリードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。こうだ、ここからチャンスになるか。センタリングのチャンスだ。これはカットされます。これが通らなかったのは痛い。手元の時計で35分を回ったところです。ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。肩を入れてきました。無難につないでいきます。大木、右から行くのでしょうか。ダイビングヘッド。キーパーよく見ていた。後半終了間際、シエロ、ここはしっかり守る。ベーカー一人で行くのか。ベーカー強引に奪われました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り1対0。シエロ固い守りに支えられ、相手にゴールを許さず勝利しています。シエロ今日の勝因はチームとしての、ね、形が出てきましたね。チャンスを確実にものにしましたし。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。ご覧の皆さん、こんばんは。夏のムードに連れられて選手たちにも活気が感じられます。いつも J リーグを応援していただきありがとうございます。日頃の感謝を込めて本日はファン感謝マッチをお送りします。シエロ対イタリア FC、 本当に楽しみな対戦ですね。実況はいつものように安塚博士、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。試合開始です。
あーっとここでイエローカード。前半15分になろうというところ、ボールはイタリア FC。 さあ注目しましょう。見せます、テクニシャ。ゴール直前でなんとか阻止しました。手元の時計で20分になろうというところ、コーナーキックとなります。ヘッド決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはキリス。芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。広瀬、いいところに張っていました。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。前半30分になろうというところ、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。福永、ゴールを目の前にして止められました。前半36分、コーナーキックとなります。ヘッド入った、ゴール。手元の時計で35分を回ったところです。決めたのは川本、落ち着いて決めました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。ここで前半戦が終了。2対0、シエロ2点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。再び試合が始まります。後半開始直後、シエロ攻め込む隙を伺っています。あーっと、打った、ゴールイン。後半開始直後、シエロいい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、これは嬉しいでしょう。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。後半10分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。肩を入れてきました。これは予想外の展開だ。本村、慎重に運んでいきます。広瀬、クロスボールを上げるチャンス。絶好のチャンス。ゴールゴールゴール。後半10分が経過しています。川本、きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、全く容赦ありません。奥野、大きくサイドチェンジ。落ち着いてボールをキープしています。奥野、オープンスペースを探します。堅いディフェンス。あーっとここで笛。シエロチャンス。さあ注目しましょう。
手元の時計で20分が経過しています。シエロ、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浅野、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。手元の時計であと5分。ボールはイタリア FC、 シエロ、どうで、これはカットされます。これが通らなかったのは痛い。ここでカウンター。広瀬、左へ、大きいゴール前に切り込んだ、蹴った。あっと、まだチャンスは続いている。これが決まった。後半残りあと5分。シエロ、これで6点目。川本、ハットトリック達成です。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、6対0。シエル大量得点でこのゲーム制しています。木村さん、たまにはこういったゲームもいいものですね。いや、結構楽しみました。いや、こういう試合ならいつまでも見ていたいですね。放送席、解説は木村和志さん、実況は安本博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さようなら。さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。素晴らしい顔ぶれが揃いました。 J リーグオールスターマッチ、面白い試合になってほしいですね。 J イースト対 J ウエスト、本当に楽しみな対戦ですね。実況は私、安塚博史、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんの2方と非常に強力です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、スンの火蓋が切って落とされました。解説の二方、面白くなるといいですね。まさに夢のチームですからね、素晴らしい試合期待しましょう。つなぎながら様子を見ます。パスを出す方向を見ます。 J ウエスト、ディフェンダー慌てて戻ります。ゴールに迫ります。打った、決まった、ジェイソン先制ゴール。手元の時計で10分が経過しています。ジェイソン先制のゴールを決めました。大きいチャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。大きい無難に決めました。ここで決めるのがストライカーですよ。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。前半20分、 J イーストリードを広げる。入ったースーパーエクセレントビューティフルゴール。手元の時計で20分が経過しています。 J イースト1点をもぎ取りました。大きい、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。いやー、見ていて気持ちがいいですね。やはりストライカーとしての資質は十分でしたね。まあこの選手はもはや世界レベルですね。ここで前半戦が終了。2対0 J イースト2点のリード。解説の二方、前半をご覧になっていかがですか。もう1点取れれば大丈夫でしょうね。後半11分、 J イースト徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。本当によく周りを見てますよね。どうする、突っ込んできた。あーっと、ここで笛。 J イースト、チャンス。さあ注目しましょう。ボールこぼれた、押し込んだ、ゴール。後半10分を回ったところです。 J イースト、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。本村、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。手元の時計で15分を回ったところです。 J ウエスト、ディフェンスの様子を伺っております。ディフェンダー慌てて戻ります。
込んできた。後半20分を回ったところです。 J イースト、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。左に叩きます。低いボール、入ったー、ゴール。後半20分、決めたのは川本、素晴らしいシュートでした。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、絶妙なパスからゴールを決めました。もうこのパスで決まりましたね。こういうのをキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。手元の時計で25分を回ったところです。 J ウエストコーナーキックとなります。ヘディング、決まりました、ゴール。手元の時計で25分が経過しています。 J ウエスト1点をもぎ取りました。長谷川、きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。練習しないとここまでうまくいきませんね。彼の存在がね、相手のプレッシャーになるんですよ。手元の時計で40分になろうというところ、ボールはジェイスト。ここは監督の声に応えたい。浅野、徐々に詰めていきます。浅野、巧みなボールさばき、いけると思ったのですが、ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り4対1、今年のオールスターゲームは J イーストの勝利です。解説の二方、本当にいいゲームでしたね。なかなかいいゲームでしたね。僕は満足してますよ。今日以上のいいゲームを次に期待してます。解説は木村和志さん、水沼貴さん、実況は安塚博史でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。